サンドナーと公尺の紋章、アナトーリー・デミドフ・デミドフ家は、ロシアの商人、産業資本家、貴族の家系。子祖のデミド・アントフィエフは、トゥーラ出身の自由民の家冶屋であった。その息子、ニキータ・デミドフは、武器製造の工場を経営して、財産を成し、政府の要請を受けて、中鉄工場を設立、運営した。彼は、ピョートル一世大帝の信任を受け、 1720年には、貴族に劣せられた。続く18.19世紀の2世紀間にわたり、デミドフ家の経営する工場はロシアで生産されニキータの息子、アキインフィデミドフは、金、銀、銅などを産出する鉱山の発見と採掘により、父から相続した財産をさらに大きなものにした。彼は、シベリアにおける鉱山業の拠点として、都市バルナウルを建設させたほか、 その建設の意図について様々な議論のあるネブヤンスクの社頭を混流した。アキインフィには3人の息子がおり、長男のプロコーフィ・デミドフは、モスクワ個人院を創設するなど事前事業を熱心に、言った。次男のグリゴリー・デミドフの息子パーベル・グリゴリー・エビチ、デミドフは、ロシアにおける科学教育の振興に努め、リンネやパラスラ同時代の第一級の科学者たちと振興を結んだ。 彼は1803年に、ヤロスラブリに、デミドフリケイオンを設立し、モスクワ大学に、博物学を講義する、デミドフ講座を開き、ロシア科学アカデミーにロシア語文学に対して与えられる、文学賞を創設させた。パーベルの兄アレクサンドル・グリゴリーヤビチ・デミドフの、末裔、ニコライ・ペトロビチ・デミドフは、断絶した宴席のロプーヒンケの名跡を継ぎ、1876年、 ロプーヒン・デミドフ公爵位を認められた。アキーンフィノの三男に聞いたアキーンフィエビチ・デミドフの息子、ニコライ・デミドフは、1812年のナポレオンのロシア進行では、自らの所有する不評連帯を率いて戦い、また鉱山業の経営で財産を増やし続けた。当時の首都サンクトペテルブルクに4つの橋を建設し、いとこのパーベル・グリゴリエビチと同じくロシアにおける、 科学文化の発展に貢献した。1798年には、ロシア皇帝パーベル一世から聖教系、聖ヨハネ、騎士団総長の職を譲られた。1827年、ニコライは、イタリアのトスカーナ大公レオポルド二世により、伯爵位を授けられた。ニコライの長男パーベルニコライビーチデミドフは、官僚となり、県知事、国家評議会議員などの要職を占めた。 そして1831年に諸科学に貢献した人物に与えられるデミドフ賞を創設した。ニコライの次男アナトーリー・デミドフは兄と違ってロシア政府には使えず、西欧の貴族社交界で生涯を送った。彼は1840年にナポレオン皇帝の名マチルド・ボナパルトと結婚し、彼女との身分の釣り合いを取るという理由で、 トスカーナ大公からサンドナーと公爵の爵位を授かった。アナトーリーには息子がなく公爵の称号は兄の息子パーベル・パブロビチ・デミドフが受け継いだ。サンドナーと公爵の称号は1943年に男子創造国人が絶えると消滅した。デミドフ家は他のロシア貴族たちと同じく第一次世界大戦中に起きたロシア革命によって ロシアを追われ、財産と地位を失った。ありがとうございます。